女神の大野さんへ。女神の大野、これ良くないですか。女神の大野、これ多分結構いいと思うんですよね。女神の大野、女神の大野じゃなくて女神の大野、その女神の、女神のっていうのが、まあ、苗字みたいな、女神の、女神の大野みたいな、どうですか、大野が名前みたいな、女神の大野、これ良くないですか。女神の大野なんかかっこいいし、可愛いは分かんないですけど、可愛いっていう感覚はあんまないんで、女神の大野ってね結構かっこいいんじゃないかなって。女神の大野ですみたいな、どうすか、なんかありそうでなくないですか。女神の大野ってありそうでないですよね、この名前。女神の大野、女神の大野じゃなくて女神の大野、わかります。ちょっとこうニュアンスはちょっと あれですけど、女神の大野さんおめでとうございますまた売れたみたいですね、はい。まあ、やっぱね、インターネットを使うと自動でやっぱね売れる仕組みっていうのは作れるんで、やっぱ YouTube っていうのは自動で集客ができる、うん、わけじゃないですか。だからそこに自動で集客して自動で売れる仕組みを入れれば自動で売れるんですよ、うん、だって今 YouTube の説明欄に料金表貼っただけじゃないですか。もう一度言いますね、今 YouTube の説明欄に料金表のページ入れただけですよね。ただそれだけで売り上げ上がるんですよ、やばないですか。じゃあこれをもっと精度上げるんだったらね、ステップメールとか作れば絶対精度上がりますよ、ね、そう、あの女神体質になる7つの習慣みたいな、女神体質になる7つの習慣、女神の王のよりみたいな、わかります？はい、あなたはこのメルマガを受講するとどんな体質になれるのか、女神みたいな体質になりますとか、わかんないですけど、はい、あ、ユニバー君が女神の王のいらしいですよ。はい、ユニバー君どうも、女神の王の女神体質になる7つの習慣、女神体質になる7つの習慣メールマガ良くないですか。ステップメール、これいいと思う。女神体質になれる7つの習慣来たね、これメルマガステップメールいいと思いますよ。で最終的にあのなんか商品売るっていう、これ絶対いいと思いますけどね、これ絶対いいと思います。これ売れるね、売れるわ、まだ売れちゃうな、これ売れたらマネーですね。まだそう、ちょっと決済お願いしますそうそうそう、いやでもね、女神体質になる7つの習慣は絶対いいと思いますよ。これ来たね、降りてきた、あ、ユニバーク降りてきたよ今、ほら、女神体質になる7つの習慣、これ絶対いいと思いますよ、うん、これステップメールめっちゃいいと思いますよ。絶対登録もかなりあると思うし、あ、これ出たね、うん、女神体質になる7つの習慣、これ多分いいんじゃないですか。女神の王のよりと、いいじゃないですかはい、ということで頑張ってください。以上です。